はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はチェジュの冬といえばみかんをイメージする人が多いんですけども、あのみかんをイメージしたメイクアップっていうのをやっていこうと思います。冬のホットオレンジジュースみたいなメイクにしていこうと思います。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー。まず最初に使っていくのは RMK のリクイッドファンデーション101のお色を使っていきます。今日はブラシで薄く伸ばすようにつけていきます。全体にまんべんなく塗り終わったら、次はパウダーでちょっと油分気を抑えていきます。アイブロウは最近購入したベネフィットのグルーフプルーフブローペンシルを使って自然な眉毛を演出していきます。眉マスカラはおなじみのケイトの眉マスカラを使っていきます。次にアイシャドウなんですけども、これも新しくスタイルナンダー 3CE のお店で購入してきた、結構こう濡れ感が出るアイシャドウなんですけども、これをアイホール全体に塗っていきます。そしたら次に同じく 3CE のイエロー系のアイシャドウを使ってまぶたの中心に塗っていきます。ちょうど幅としては黒目の上のあたりをイメージして塗っていきます。そしたら少しパール感のあるオレンジ系のアイシャドウを目尻の方にぼかして塗っていきます。そしたらここで綿棒を使って一番最初に塗ったクリームアイシャドウを、涙袋のあたりに塗っていきます。ピューラーを使ってまつげを自然に上げていきます。今回使っていくのはブラウン系のマスカラを使っていきます。まつげ全体にまんべんなく塗るように伸ばしていってください。そしたら今回はチークは2つの色を重ね付けしていきます。まずベースに塗っていくのは先ほどのアイシャドウ、黄色のアイシャドウを使ってベースを敷いたら、オレンジ系のこのリキッドタイプのチークを使って円を描くように塗ったら、指でポンポンポンとまんべんなく伸ばしていきます。今回リップも2つの色味をグラデーションさせていくんですけども、ベースにこのモカローズムースのお色を塗っていきます。こういうウォームトーンのお化粧をする時の唇のベースに塗ると最適です。そしたらその上に結構濃いめのオレンジ系のムースを塗ってグラデーションを作っていきます。そしたらウィンターオレンジメイクアップ完成。それでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。今回はちょっと冬に少しでもあったかくなれるようなメイクアップっていうのを意識してみました。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ、アンニョン。